さあ今両チームの選手たちがこの今シーズンラストのヤマハスタジアムであるナイトマッチとなるこのスタジアムに入ってきました。今度はこの右サイドに清武が顔を出す。奪った岩田、ここはしっかりつなぎたいところ、強くいきました。そしてすぐにボールが縦に入ってくる、落として高畑粘っている、落ち着いてシュート、決まりました。前半25分、タガートが決めてセレッソ大阪先制。オーストラリア代表アダム・タガート、相手の隙を逃しませんでした。ものすごく良かったですね。奪った瞬間にカウンターでまず縦見れる、でコントロールして、もしかしたらちょっと微妙にコントロールミスしたのかも、そうですね、ちょっとコントロールミスしたのかもしれないですけど、でもしっかりと左の足のインサイドでゴールへのパスですよね。見事なこれ先制ゴールですね。高畑も最後落ち着いてましたね、はい、作り直して吉永、ここで山田どうする、ボールボール、杉本いる、落としている、そして後ろから入ってきた金子翔太、わずかに左に外れました。ここは相手が弾き返す、そして前線に清武がいる、あ、清武が粘ってしっかりタメダにつなぎました。さあカウンターはセレッソ大阪です。ゴール前は高畑、その高畑に出た、高畑チャンスだ、狙ったシュート、わずかに右に外れました。決定的な形でしたがセレッソ大阪、後半1本目セレッソ大阪のコーナーキックです。さあ今度はどこにボールを入れるか、中原手を上げた、遠いサイド、振動か、決まった。後半7分、セレッソ大阪貴重な追加点は振動のヘディングシュート。今シーズン開幕横浜戦以来のゴールです。中原のコーナーキックからだと思うんですけど、やっぱりファーポストでうまく本当こう腹筋とか背筋をうまく使いながら逆サイド、頭超えるかなと思ったんですけどね、これポストを、よくこれね決めましたね。でもやっぱり彼は今日のゲーム見ててもここに来てあれだけ強度の高いプレーとか、あと精神的にもかなりこういろんなゲームありましたね、内容的にもありましたね、はい、逆転負けのゲームもあり、そしてしぶとく勝ち切るゲームもありという中で2連勝で迎えた今日の岩田戦です。吉永から入る、落として後ろ、さあここ金子いる、うまい、金子のシュートは決まった。岩田1点差に詰め寄りました。後半12分、金子翔太今シーズン2点目のゴール、ホームの岩田諦めない、1点差に詰め寄りました。金子も一回外入れて全体のアクションが前に最終ラインをこうブレイクするような動きですよね。で抜けてきたんですけど、このワンタッチコントロールして一回溜めて、でも自分のエリアだと思うんですよ、あそこは。でもコントロールして外を回って、キーパーも見てないですけど、もうイメージで決めてますね。どの位置に選手たちが立ってるこのポジション、これ大事になりますから、先ほどね崩すような動き良かったですね。ここもうまく相手のいないところでボールをもらって、そして吉永のクロス、これが決まりました。岩田同点に追いついた。後半25分、ここ右に配ってですね、山田起点でこの背後ですね、で杉本健佑が背中取ったんですよ、まあ、それによって杉本健が振動とすると見えない、でたまらずもう最後触られちゃいけないと思って触ったんですけど、これは振動とするとね、さあチャンスになる、長いボールが出る、奥野から高畑だ、ここはキーパー止めた。さあここは古川の関係、古川ドリブルだ、この人の持ち味はドリブル、そしてグランダーのボールを入れてくる、松原コールシュート、いやーっとクロスバーに弾かれた、決定的なシーンでした。岩田もう一度、オーバイトがまだこぼれている、高さで勝ったのはセレッソ西尾です。もう一度今度は左サイドから入れる、まあ、決定的なこれ抜け出しのシーンになりましたからね。そうですね、まあ、うまく上条はこのあとワンチャンスを狙うマイクマ、ただここは岩田も体を張ってここで試合終了のホイッスル。一時は2点リードを奪ったセレッソ、しかしそのฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification